なんかアクセルくんがさ、アクセルくんがなんか桜井さん好きみたいなことを言ってたらしいじゃない？そうなの？いやでもその断片的にしか見てないからあれなんだけど、マジで マジで普通に日本語喋っててさ、好きな声優、桜井さんですね、これはもう。はい。シンプルに桜井さん。もう、イケボ。アクセル君、桜井さん好きって言ってたんだ。いや、話合いそうだね。話合いそうだ。いい酒が飲めそうだな。普通にさ、だって、なんか、自分の好きなもの、好き語りをしてた時のアクセル君、普通に日本語喋ってたもんな。ナチュラルに日本語喋ってたもんな。あれ、ホロスタ EN？ 君 EN だよね。まあでもなんかその辺の趣味合うのはちょっと嬉しいな。いっちゃん好きなの桜井さんっつってた？マジか。じゃあこれはちょっと談議する 談議するしかないな。これは。アクセル君が、いや、ちょっと、同担拒否なんで、って言ったら、もう、そりゃ、強行突破するしかないな。いや、ちょっと無理なんで。いや、ちょっと、同担拒否なんで。言われちゃったら、それはね、やっぱり、相手の意思を尊重しないといけないから。相手の意思を尊重して、まあ、突破していくしかないなって。別に同担拒否じゃないね。なんか、その辺思うのもめんどくさいし 俺は。同担拒否だのなんだの。そんな思う方がめんどくせえと思ってるから、俺は。おお、語ろう語ろうっていうタイプだから、全然大丈夫だね。